喫茶の戦いは、第二次ポエに戦争初期の戦闘である。紀元前218年秋に、イベリア半島北東部に位置するギリシャ植民都市である、タラッコ近郊で発生した。グナエウス・コルネリウス・スキピオカルウスが率いるローマ軍が、兵力に劣る藩の率いるカルタゴ軍に勝利し、ハンニバルが数ヶ月前に占領したばかりのエブロ、カワイ北の土地の支配をローマが取り戻した。 イベリア半島でのローマとカルタゴの衝突は、これが最初であった。サグントム法威戦に勝利したハンニバルは一旦軍を解散し、翌紀元前218年夏に、10万2千とも5万6千ともされる軍を率いて、ローマへの侵攻を開始した。その夏の間にエブロカワイ北のイベリア人の土地を、平定し、ガリアに入った。この土地の防衛のために、 1> 兵一万戦を与え、また忠誠心の疑わしい兵一万を解散して、故郷に戻した。ローマ海軍は、紀元前219年の第二次イリリア戦争の、ためにすでに220隻の五段海戦を有していた。失勢官、ティベリウス・センプロニウス・ロングスは四個軍団を率いて、五段、海戦160隻と共に、アフリカに向かうよう命令されていた。もう一人の失勢官、 プブリウス・コルネリウス・スキッピオも4個軍団を指揮し、艦船60隻の護衛を受けて、イベリア半島に向かうよう命令された。しかしながら、北イタリアのガリア人である、ボイ族とインスブル族が反乱を起こして、ローマ植民都市を攻撃したため、プブリウス・スキッピオの兵は、この鎮圧に転用され、イベリア遠征用には、新たな軍団が編成されることになった。このため、 スキピオの出発は遅れた。ハンニバルがガリア人の土地を通過している間、スキピオは同盟関係にあるギリシャ人植民都市であるマッシリアに上陸した。直ちにローヌ川東岸上流に偵察隊を派遣したが、ここでカルタゴ軍のヌミディア騎兵と遭遇し小競り合いが生じた。ローマ騎兵はヌミディア騎兵を撃退した。偵察隊からの報告を受け、スキピオはハンニバルを追ったが、 カルタゴ軍はすでにアルプスに向かった後であった。スキピオが到着した時、カルタゴ軍はすでに3日前に出発していた。スキピオはマッシリアに戻り、その軍を兄のグナイウス・コルネリウス・スキピオ・カルウスに委ね、イベリアに向かうように命令した。スキピオ自身はイタリアに戻り、予想されるハンニバルの侵攻に備えて防御体制を整備した。ハンニバルの弟のハスドルバルバルカは、 12650の不評と2500の騎兵21頭の戦像を有しており、エブロカワイナンを防衛していた。またハンニバルは反応に不評1万と騎兵戦を与え、新たに占領したエブロカワイ北を防衛させていた。この反応はハンニバルの甥、い、弟、あるいは血縁関係なしとの説がある。グナエウススキピオは不評2万 騎兵2200及び五段海戦60隻を有しており、マッシリアを出版してアンプリアスに上陸した。ギリシャ人植民都市であるアンプリアスとタラッコはローマ軍の到着を歓迎した。ハスドルバルバルカはローマの遠征軍の到着の報告を受け、不評発戦と騎兵戦を率いてハンノとの合流を試みた。ハンノはローマ軍のイベリア到着に驚愕した。 グナエウススキピオの到着により、新たに占領した地域のイベリア部族へのカルタゴの支配力が弱まった。ハンノは、ローマ軍との対決を決意した。ハンノは、タラッコの北の喫茶と呼ばれる場所まで進みここで、ローマ軍と戦闘を行った。巧みな機動戦や、待ち伏せ等はなく、両軍は正面から激突した。兵力は、ローマ軍の及び半分であり、ハンノは、 兵力戦を失って敗退した。さらに、ローマ軍はカルタゴ軍の野営地を襲撃し、藩の自身を含み捕虜に戦を得た。野営地にはハンニバルが残していた全ての荷物もあった。捕虜の中には、イベリア半島の部族の部族長もいた。またローマは、喫茶の町も攻撃したが、そこには価値のあるようなものはなかった。グエナウススキッピオは、エブロカワイ北の支配者となった。 ハスドルバルの到着は間に合わず、また、ローマ軍と対決するには、兵力が不足しており、景気兵や不評を使っての襲撃程度がせいぜいで、あった。これらの部隊が捕虜とした、ローマの水兵を何人か尋問し、イベリアにおける、ローマ海軍の兵力が60隻から35隻に減少したことが分かった。それでもローマ艦隊は、イベリア半島のカルタゴ根拠地に襲撃をかけてきた。 イベリアでは、ローマの評判が上がり、逆にカルタゴは苦境に陥った。海軍の士気が主観していたため、何人かの主観を罰した後、クエナウススキピオとローマ陸軍は、テラッコで投影した。ハスドルバルも、エブロカワイナンのいくつかの町に守備兵を残し、根拠地のカルト・ハダシュトに引き返した。もし、反ノガコの戦いに何らかの形で勝利していたら、 ハンニバルは紀元前217年早期にイベリアからの援軍を手にすることができたであろう。グエナウススキピオにとってこの勝利はハンニバルにとってのトレビアの戦いでの勝利と似たものであった。敵地の中に戦闘継続のために基地を確保し、現地部族から食料や兵の提供を受けることが可能となり、またハンニバルとイベリア半島の連絡船を立つことができた。 ハンニバルとは異なり、グエナウススキピオは敵地に大軍を送る作戦は実施しなかった。グエナウススキピオは足元を固めることに時間を使い、イベリア部族を懐獣し、カルタゴ拠点を襲撃した。これらの活動は、その後のローマ軍のイベリア半島での作戦の基礎を作ることとなった。ありがとうございます。